じゃあ今日は電気の勉強をします。はい、まずは電池について。電池にはプラス極とマイナス極があって。先生。はい、あくりくん。もしかして電気ってプラスからマイナスに流れるんですか？これだから勘のいいガキは嫌いだぜ。その通り。ではまずは電池の働きを説明した後に電流の話はするんですね。これだから勘のいいガキは。そうなんだよ、ごめんね。で、出っ張ってる方がプラス極で。先生。はい、あくりくん。もしかして電池の中身って金属と液体が入ってるんですか？電解質にまで気づくとは。これだから勘のみほずきは。よく気づいたね。でも今プラス極側の。先生、どうしたガキ？もしかして電池のプラス極にはイオン化傾向の大きい亜鉛などが。イオン化傾向？もう高校の内容だよ。いくらなんでも考えよすぎるだろ。貸そうかな。まあ当てにすんな。ひどすぎる借金ですか？フル暗記。もうイオン化傾向の語呂まで全部暗記してんじゃん。あ、でも今の時期に借金とか言うのは特定の人物を連想させるから避けた方が無難。これ失敗だ。やばすぎる。この子の勘、ネットリテラシーまで持ち合わせてる。先生。なんだい、ヤクリ君。ニーナとアレキサンダー、どこに行った？君のような勘のいいガキは嫌いだよ。